氷炭カズラコプトサペリタディフューサは、赤カネカのツル植物。果実が小さいながらも氷炭に似た形をしている。常緑性のハンツル性の低木。茎は細く、枝分かれして広がり、長さ2から5メートルになる。茎の断面は円形、若い枝には泡褐色の荒い毛が生える。葉は耐性で、皮心状腸楕円形から楕円状皮心形で、 長さ4から7センチメートル、幅1から2.5センチメートルで、先端は伸びて尖り、基部が丸みを持ち、円は滑らかだが毛が生えている。端質は角質で、表面には長い毛が伏せるように生えているが、後に主脈状以外は無毛になる。裏面も葉脈状に毛がある。側脈は4から5ついあり、裏側からは見やすい。 傭兵は長さ3から5ミリメートルで毛がある。卓妖は三角形で長さ1.5ミリメートル。火器は5から6月。花は溶液に一つずつ生じる。花柄は長さ5から9ミリメートル、細くて毛がある。額は小径で長さ2ミリメートル、有毛。先端は長さ0.7ミリメートルほどの灰筒に分かれる。果敢は白く、基部は筒状で。 長さ1.2から1.5センチメートルで、幅1.2ミリメートルで、外面は有毛。その先端は5つに分かれて開き、計7ミリメートルほど。湯水は頭部の内側にあって役は、線形で、長さ4ミリメートル。果実は歪んだ球形で、計5から7ミリメートルで、中央に2個の縦溝があり、そのために果実の形は氷炭型になる。種子は平板状で、 径 1, 計1ミリメートル果実の形が氷炭に似ていることからこの名がある。奄美大島以南の琉球列島に見られるほか、台湾と中国大陸からも知られる。松林や山林の林園に見られる。氷炭カズラ族には、東アジアから東南アジアにかけて13種があり、日本からは本種のみが知られる。被災は、種として、初島 P575 佐竹ほか、 P191 福岡 P10 佐竹ほか P191 池原 P191 ありがとうございます。